皆さんは自分の人生がつまらないって思ったことありますか？僕もね、自分の人生がつまらんなって思ったこともあったんですよ。で、その時にかけられた言葉っていうのが、もうほんまに今でも忘れられない。そっか、俺の目は輝いてんねや。自分の人生つまらなくないんだなっていうふうにまあ思ったんですよ。Far West Life。 はい、皆さんこんにちは、マサです。今日僕はブライスキャニオン国立公園っていうところに来ております。このブライスキャニオンはですね、結構みんな期待しないで来てから見てうわーっていう、そういう場所なんですよね。グランドキャニオンとかハードル上がってるんで、みんなこう最初から期待してるんですけどね、このブライスキャニオンはね、来てからねみんなうわーっていう、そんな場所なんですよね。それがね、実際に見えてきます。タララララ、ね、面白い岩がいっぱいあってめっちゃ楽しい。なんかいつもここ来るとね、なんかめっちゃ面白いんですよ。聞かれました。マサさんはめちゃめちゃ人生楽しそうに過ごしてますけど、今までなんか辛かったこととかないんですかとか、結構聞かれるんですよね。で、これに関してなんですけど、あるある、それめっちゃありますよ。僕だってね、ずっとね、今まで全く苦労もせずにね、苦しかったこともなく辛かったこともなくね、ずっと楽しいのかって言ったら全然そんなことないです。僕もね、自分の人生がつまらんなって思ったこともあったんですよ。僕最初ね、別の動画でも上げてるんですけど、アリゾナ州の大学に最初留学して、で、ずっとねアメリカに住んでたわけじゃなくて、卒業してからですね、一旦日本帰って日本の会社に就職したんですよね。で、日本の会社に就職した時に結構自分の人生がつまらんなって思ったことがあったんですよ。日本の会社で働いてる時に地下鉄乗ってね、会社にこう毎日通ってたんですよ。で、その地下鉄の中である時ふとね思ったことがあったんです。で、何かって言ったら、アメリカからこう帰ってきてすぐの時だったんで、僕が海外行っておかしくなってただけかもしれないんですけど、ちょっと言い方変なんですけど、なんか周りのね、その電車に乗ってる人とかが目が死んでるなって思ったんですよ。ふと思ったんですよね。もしかして自分の目もなんかこんな風になってんのかなって、俺もなんか客観的に見たら死んでるような感じに見えんのかなって思っちゃったんですよ。はっきり言うとね、日本で働いてた時全然楽しくなかった。本当に楽しくなかったんですよ。あんまりね、社会に適応できなかったんですよね。自分の言いたいことをこうね、強く主張したらやっぱり変な目で見られるし、周りにね、なんかこう合わせなきゃいけないみたいな雰囲気とかあったりとか、まあ、あと自分自身もね、成長してないなっていう風に感じたんで、まあ、会社を辞めることにしたんですよね。で、まあそうやってね、電車の中でそういう風に思った時に自分の中で考えたんですよね。もしかして、自分の人生が今つまんないのは、自分の生きたい人生を生きてないなって思ったんですよ。世の中が自分に求めている生き方を生きてたんじゃないかなって思ったんですよ。だからね、全然楽しくなかった。自分の人生こんなはずじゃなかったって思った瞬間だったんですよね。まあ、日本の会社辞めたことに関しては詳しく別の動画でね、過去に上げてるんで、もしよかったらそれを見てください。客観的に見てね、自分の目もそういう風な死んだような目になってんのかなって思った時に考えちゃったんですよね。学生の頃にこうワクワクしながらアメリカに留学した自分、またはバックパック一つ背負って世界中を旅していたあの時の自分はどこに行ったんだろうってね、思ったんですよね。それでね、会社を辞めてカフェで店長をやったりとかね、したんですけど、やっぱりね、自分の中ではアメリカに戻りたいなっていうあれがあったんですよね。自分の中でですね、
やっぱりアメリカに戻って人生をやり直そうっていう目標をね立てたんですよね。それでまあ僕がアメリカに来るまでの経緯っていうのはまたそれもね別の動画で上げてるんで、まあそこをちょっと詳しくね気になる人は見ていただけたらなと思います。まあそれで海外に関わるためにですね、派遣の仕事をしてまあいろいろ海外行ったりする仕事とかしましたよね。でクルーズ船とかにもこう乗ったりとかして、いろんなね海外の人と交流する場をこう持って自分の価値観を広げていきたいって思ったんですよね。でいろいろこうコネとかもできたりしてね、あのアメリカ行きも無事まあ決まったわけですよ。アメリカ行きがまあ決まったんですけど、すぐ行けるわけじゃなくて、やっぱそのね健康診断受けたりとか、なんかいろんな書類書いたりとか、大使館行ってなんか面接したりとか、なんかいろいろねあったんで、まあ、それまでの間とか、まあ、それもね派遣の仕事でちょっと国内でねインバウンドの仕事をこうやったりしてたんですよね。まあ、簡単な通訳とか、観光の案内とかもしてました。当時そのインバウンドの仕事をアメリカ行くまでの間ちょっとやってた時あるんですけど、まあ、一緒に働いていたあの運転手をね担当してくれていた、森下さんっていうバスの運転手さんがいたんですよ。で、その人と結構ねインバウンドで一緒に仕事をした時に、まあ、ホテルとか泊まって一緒にこうご飯食べたりとかもしてたんですよね。でその時に彼にかけられた言葉っていうのがもうほんまに今でも忘れられない、めちゃくちゃ嬉しい言葉だったんですよ。でその森下さんに何言われたのかって言ったら、まあそのインバウンドの仕事をしてる時もアメリカ行きが決まってたんで、ホテルの夕食の時に森下さんにね、森下さん僕ねもうすぐアメリカ行くんすよ、ようやくね目標であるアメリカ行き決まったんですよ、みたいな話をねこういろいろしてたんですよね。まああまりにも僕が嬉しそうに話してたのかっていうのもあるかもしれないんですけど、あのそこでね森下さんに言われた言葉っていうのが何を言われたのかというと、なんでそんなに目輝いてんのって言われたんですよ。俺仕事でいろんな人に会ってるけど、今時の人間でそこまで目輝かしてるやつっておらんぞっつって、お前アメリカ行っても絶対うまくいけるから頑張ってこいよって言われたんですよ。まあ、あのね言葉がほんまに嬉しかった。まあ、その時にね僕は思ったのが、そっか俺の目は輝いてんねやってね思ったんですよ。はい、なので、まあ、その時にね自分の人生つまらなくないんだな、俺はまだまだ輝いてるんだなっていうふうにまあ思ったんですよ。この動画で何が言いたいのかというと、まあ、この動画見ていただいている方の中で自分の人生がつまらんなって思ってる人とか、まあ、もしいらしたらですね、まあ、僕が周りこういろんな人を見ててもやっぱりつまらんなってずっとね何年も何年もこう思ってる人ってあの行動に移さないんですよ。もう自分の人生つまらんなって諦めてるんですよ。でそうじゃなくて実際に僕があの人からね、自分の目は輝いてるんだって、言われた時に、まあ、実感したのがやっぱり行動に移したから、もう嫌だなと思った仕事はもうすぐ辞めましたけど、そこでやっぱり自分のやりたい目標に向かって、すぐに自分が判断して、行動に移せた自分の行動力、僕って全然そんな特技とかないですけど、もう人に誇れるものって言ったらこういったグランドサークルに来る以外はですね、もうほんまに自分は思ったら即行動に移すっていうこの行動力、もうこれだけが昔からね、学生の頃からもう友達に褒められてた唯一のことなんですよね。なので、行動してください、一歩踏み出してください。チャンスがあるのにもかかわらず、自分から行動をしなかったりとか、自分からチャンスすら探そうとしなくて批判だけ、しててもですね、まあ、人生つまらなくなる一方だと思うんですよ。なので、人生少しでも良いものにしたいというふうに思ってる人、行動に移すことですね。行動に移して失敗するのと、行動しないで、チャレンジもせずに後で後悔するのでは僕は全然違うと思います。はい、ということで今回は、まあ、そんな感じでね、僕も人生つまらないなって思ったこともあったんですけど、自分が行動したことにより、自分の人生が明るいものになったっていうね、まあ、そういう話をしました。 Far West Life。はい、ということで今回もご視聴どうもありがとうございました。それではまた次のFar West Lifeでお会いしましょう。バイバイ。